マーク・ブランデルはイギリス生まれの元会一ドライバーである。もともとモトクロスのライダーであったが1984年にイギリスフォーミュラフォード1600に参戦し、四輪レースのキャリアが始まった。1984年イギリスフォーミュラフォード1600に参戦。1987年から1989年にかけて国際海参前選手権に参戦。 1988年にはシリーズ2位に輝いた。1990年にウィリアムズで会一のテストドライバーを務めた後、1991年にブラバムから参戦。しかし、チームの財政状況は悪く、入賞は1回。8月に一度は、翌1992年に向けてチーム残留が決まったが、活動資金が ますます苦しくなったブラバムはスポンサーを持ち込めるドライバーの必要性が増したため結局同年限りでチームを離れ1992年はマクラーレンホンダのテストドライバーに就任した1993年にリジェから再参戦ブラバム時代のチームメイトだったマーティン・ブランドルと再びコンビを組むことにこの年は表彰台に2度上がるなど 同胞ブランドルと共に活躍、チームをランキング5位に押し上げた。1994年にはティリルに移籍、片山右京とコンビを組んだ。予選の速さでは片山の影に隠れたものの、スペイングランプリで3位を獲得し、ヤマハエンジンに表彰台をもたらすなど、最終的な獲得ポイントでは片山を上回った。マクラーレン時代1995年には、再び、 マクラーレンのテストドライバーとなる。しかし、ナイジェル・マンセルがコックピットサイズが体型に合わないことを理由に開幕2戦を欠場したため代役として出走。さらにマンセルはマシンの出来を不服とし、その後2戦を走ったのみでチームを離脱。以後は代役としてブランデルが最終戦までステアリングを握ることとなった。しかし、マクラーレンは低迷期に入っており、 二度の4位を含めて、チームメイトの未果発記念をしのぐ6度の入賞を記録したものの表彰台は獲得できなかった。その後はマクラーレンでのブランデルを高評価したメルセデスの支援もあり、ザウバーへの移籍を画策したが、ベネトンのシートを失ったものの F1 で2勝を上げていたジョニー・ハーバートとのシート争奪戦に敗れ、以降ブランデルが F1 のシートを得ることはなかった。 1989年と1990年は日産から世界スポーツプロトタイプカー選手権に参戦した。1990年のルマン24時間レースでは予選専用のエンジンを積んだ日産 R90CEK で2位、e、を6秒以上引き離す3分27秒02を記録しポールポジションを獲得した。1992年には部ーから スポーツカー世界選手権に参戦。1992年のルマン24時間レースでは、プジョー905カリ優勝した。1995年をもって、会一を去った後アメリカ合衆国のチャンプカーワールドシリーズに活躍の場を求めた。1996年から2000年までカートのパックウェストより参戦し1997年にはシリーズ三勝を上げる活躍を見せたが、 その後は目覚ましい活躍を見せることはなかった。2001年のルーマン24時間レースでは結果的にはリタイアとなったが LMP675 カテゴリーの MG ローライ EX257 をドライブし格上の LMP900 カテゴリーであるクライスラー LMP やキャデラックノーススター LMP をも上回るスピードを見せた。2002年には MG ZR スーパー1600を買って世界ラリー選手権ラリーギガバイトにスポット参戦しリタイア2019年にはイギリスツーリングカー選手権にアウディエス3で参戦久々の現役復帰となったが結局この参戦は同年限りとなり翌2020年1月に現役引退を発表一方で同年2月には自らのチームとして メガバイトモータースポーツを設立し、BTCC にホンダシビックで参戦、自らはチーム監督を務めることを明らかにした。現在は解説者として活動するほか、ドライバーマネージメントも手掛けており、2020年時点ではゲイリー・パフェットやマイク・コンウェイらがマネジメント参加にいる。ありがとうございます。